私はデザイナーの明美さんに頼まれて紫陽花交差点方面に向かっていた。店長さん、元気かな？いらっしゃいませ。あら、あなたもしかして。元気にしてた？秀美さん、ひろこさんは元気？家に帰った直後は落ち着かなかったのですけど、今は毎日学校に通ってますわ。先月からは学校の帰りにここでアルバイトさせていただくことにしましたの。秀美さんはバックルームで煮出しをしていますわ。山内さんは？そうですわ。実は先週から山内さんが家を出てしまってどこにいるかわからないの。ご両親も警察に届けて随分探されたようなのだけど、まだ見つからなくって。あなたが街を見て回って、もし山内さんを見かけたらみんなが心配していると伝えてくれませんか？お願いです。
Thank you.